幸福寺幸福寺の仏像アシュラ像奈良時代、アシュラ像、無弱像鎌倉時代、運慶公坊作本項目幸福寺の仏像では、奈良県奈良市にある藤原市の宇治寺、幸福寺に伝来した仏像について説明する。幸福寺の概要、歴史等については、幸福寺の項を参照のこと。東金堂と五十島平城系の東端。 現在の奈良県奈良市にある宝省集大元山、幸福寺は、天示天皇八年、藤原氏の祖である、中富の鎌足の病気兵誘のため、山城の国の山品に山品寺として創建された。その後、山和国高市郡馬屋坂に移って馬屋坂寺となり、和道三年、平城遷都の際に、藤原富人によって今の奈良市に移された。以後、 藤原氏の宇治寺として栄え、延暦寺と共に、なんと北霊と称される有力寺院となり、中世には仏教会のみならず、山和国一国を事実上支配する一大勢力であった。幸福寺は自称四年の平重平による陛下で、前山が消失する大被害を受け、多くの建物や仏像が失われたが、朝廷や藤原氏の支援を得て、直ちに復興計画が立てられた。 その後、中近道、高道、東金道、西近道、五十道、三重道、北遠道、南遠道、食堂などの主要道と、そこに安置する仏像は、数十年をかけて、順次復興された。幸福寺には、この鎌倉復興期に、後継、運慶ら当時の有力物資によって作られた仏像群が現存している。幸福寺は、自称の閉鎖後にも、 たびたび火災にあっている。江戸時代の教法2年の火災では、東金堂、五十堂、三重堂、北遠道、食堂は焼け残ったが、中近道などが消失。この火災後の復興は、父として進まず、中近道と南遠道は過労じて再建されたが、南大門、高堂、西近道はついに再建されなかった。幸福寺は、明治初年の神仏分離。 廃物希釈でも大打撃を受けた。明治時代初期の混乱期には、食堂が取り壊されたほか、仏像を含む多くの寺宝が流出したが、こうした度重なる災悪を経て、多くの文化財が現代に伝わる。昭和34年には境内に国宝館が完成し、本来のアンチ道具を失った仏像などは、同館で保管、公開されることとなった。 自称4年12月の平重平による陛下で、東大寺と幸福寺は大打撃を受けた。幸福寺では、主要同等のことごとくが灰になり、安置されていた仏像も一部は救い出されたものの、多くが失われた。藤原氏の宇治寺として強大な勢力を有していた幸福寺では直ちに同等と仏像の復興計画が立てられた。建物については、公家、市長者、 事件の三者が分担して再建を行うことになり、火災の約半年後の自称5年6月には分担が決まった。九条金真の日記、玉葉によると、中根道、回廊、僧房、共蔵、主労、中門は、九家の沙汰、つまり、朝廷が諸国に負担を割り当てて復興することとなった。他の道運については、高道、南遠道、南大門は、 市長者の沙汰、食堂と上海総合は、事家の沙汰、東総合は、七式の沙汰で、それぞれ復興することとされた。東金堂、西近藤、北遠藤については、以上の計画の中に入っていないが、東金堂と西近藤は、要は2年に、長男始めが行われており、北遠藤はやや遅れて、県営2年に再建が発願されている。 消失した仏像群の復興にあたっては、当時の有力物資であった、いわゆるインパ・エンパ・喜び派の物資が動員されている。当初、京都物資のインソンが中近道と行動の増造を担当することに決まりかけていたが、これには山上物資の名園や奈良物資の成長が反発した。その結果、中近道は方源明縁、行動は法院インソン食道は 聖朝、南遠藤は、喜び派の北京光景がそれぞれ大仏師に任命され、造物を担当することとなった。数は、幸福寺曼荼羅で、鎌倉時代の作品。この画題では、最古の作品と目され、鎌倉復興期の幸福寺書道の安置仏像の実態を知る資料として貴重である。幸福寺曼荼羅各作品の国宝、重要文化財指定日は、皇室の 国宝、重要文化財指定年月日の節にまとめて記載する。中近道は、幸福寺画覧の中心となる仏道で、後にできた東近道、西近道を特別するため中近道と呼ばれている。幸福寺るきの近道上には、和道三年、大御港の混流とあるが、この和道三年は、平城系遷都の年である。帝王返年期には和道七年に、幸福寺の供養を行ったとあり、 実際には、和道三年の戦と前後に、近道の建立が始まり、和道七年頃までに完成したものとみられる。いずれにしても、中近道が、幸福寺の書道の中で最初に建てられた道であることには、変わりない。中近道は、平安時代から江戸時代までの間に、実証四年の平重平の陛下を含め、前後七回消失し、その都度再建されている。 最初の焼失は、永生岩岩の大火で、この時は、北遠道を除く幸福寺の主要建物が、ことごとく焼失した。公平三年と、家宝三年にも中近道、高道などが焼けている。自称の閉化後は、賢治三年に中近道、高道などが焼失、火力二年に中近道、高道、西近道、南遠道などが焼失。 その後4世紀近くは被災しなかったが、教法2年の大火では中近道、高道、西近道、南遠道などが消失。中近道は、文政2年、特殊化の寄付により、仮道として再建された。幸福樹木に引く、宝樹木によると、奈良時代の中近道には、本尊の常六釈迦如来像を中心に、脇地の役王、薬上菩薩像、十一面観音像2体、 四天皇像が安置されていた。また、これらとは別に、弥勒上土片が、新旧二具安置されていた。不創略記自略三年上によると、英章の退化後に復興された、中近道には、釈迦如来、薬王、薬城菩薩、十一面観音二体、四天皇八体、十三世紀前半頃すなわち自称の陛下後の成立とみなされる、 幸福寺万太ら図の中根道の部分の図を見ると、道内は中央に、釈迦如来像と、薬王、薬城菩薩像、東側に十一面観音像2体、西側に、弥勒状土片の群像がそれぞれ暗記され、四天王像は、釈迦如来の周囲に4体、これとは別に、趣味団の四隅に4体が立っている。文政人年再建の中根道は、仮道であり、老朽化が進んでいたため、 昭和49年に、薬師寺の旧金道を中金道裏手に移築して、仮金道とした。文政再建の中金道はその後取り壊されている。2018年に落慶した新、中金道には、中央に、本尊釈迦如来座像、その左右に、薬王、薬上菩薩立像、趣味岩四隅に四天王立像が安置される。釈迦如来像は、江戸時代末期。 文化八年の制作である。薬王、薬城菩薩像は、元西近道本尊、釈迦如来像の脇地として作られたもので、鎌倉時代の作。四天皇像はもともと東近道か北遠道にあったもので、その後南遠道に移され、2017年に落景直前の中近道に移された。鎌倉時代の作である。中近道四天皇のうち、 多門天、東金堂内の諸仏、東金堂内の諸仏中央は、薬師如来及び両脇地蔵、右手前は四天皇のうち餅国天。その隣は十二神将のうち肉東金堂、文殊菩薩薬,薬師如来由馬まこ四天皇の、内項目天十二神将のうち、バサラと、ハイラ道造仏刀東金堂は、幸福寺記に引く、後人記によれば、仁紀三年、聖武天皇がおばに当たる。 岩礁大城天皇の病気平与を祈願して、建立したものである。東金堂は自称四年の平重平の陛下を含め五回、焼失し、その都度再建されている。最初の焼失は肝心元年で、隣の五十頭が落雷で焼け、東近堂も累焼した。英礁元年には、寺内の主要建物の大部分を焼く大火があり、東近堂も焼けている。自称の陛下後、 火薬二年の大火では焼け残ったが、文那五年と、王永十八年には五十頭と共に焼けている。現存する、東近道は、王永二十二年の混流である。幸福寺木に引く、宝記によれば、奈良時代の東近道には、本尊の上六薬師如来像と両脇寺菩薩像が、安置されていた。同流記に引く、遠略記によれば、この他に、純銀弥六菩薩像。 近藤阿弥陀三尊像、弥勒三尊像が安置されており、さらに、後人期によれば、文殊菩薩像、結馬古寺像、観音菩薩像、国像菩薩像、梵天、大釈天、像、四天王像、金剛、三津、アトリー騎士像、聖良地心像、ラーフラ像、天女像が安置され、同背面には、白木伝来の釈迦三尊像が安置されていた。 自称の陛下後の東近藤再建は、原略2年には完成していたが、仏像の復興は進んでいなかった。その後、文治3年、東近藤州らが、飛鳥の山田寺に押し入り、同時行動本尊の近藤薬師さん尊像を、強奪してきて、幸福寺東金堂の本尊に据えるという事件が、発生した。この旧山田寺像も、大永18年の火災で被災。 両和基地像は助け出されたが、薬師如来像は搬出できず、消失を免れた頭部だけが現存する。この薬師如来像頭部は、再建後の東近藤本尊大座内に収納され、昭和12年に再発見されるまで、その存在は知られていなかった。現在の東近藤には、薬師三尊像を中心とする処物を安置する。趣味団中央に、本尊の薬師如来座像、 その左方に、脇地のつて、日光菩薩立像、右方に、脇地のつて、月光菩薩立像を安置する。薬師如来像と日光菩薩像の間には、文殊菩薩座像、薬師如来像と月光菩薩像の間には、ゆいまこじ座像を安置する。これら諸仏の間には、薬師如来を守護する十二神将立像十二体が立ち、趣味団の四隅には四天王立像が立つ。 薬師如来像は銅像で、大英の火災後の最高同じく銅像の日光、月光菩薩像は、旧山田寺像で、奈良時代の作品であるが、前述の薬師如来像頭部よりは、時代が下る。文殊菩薩像、ゆ間古事像、十二神章像は、鎌倉復興期の像。四天皇像は、平安時代の作で、もともとどの道運にあったものが不明である。 西近藤は、幸福汁期に引く、宝記によれば、天平六年、光明皇后が、その前年に没した、聖母、立花の道代の母体のために建立したものである。西近藤は、永正元年の大化、自称四年の平重平の陛下、火薬二年の大化で焼け、その都度再建されたが、江戸時代の教皇二年の消失以降は、再建されなかった。宝記によれば、 奈良時代の西近藤には、釈迦如来像、両脇地像、盆天、大釈天、像、十代弟子像、八部神能像、ラーフラ像、四天皇像が安置され、さらに金庫とバラモン像があった。釈迦如来を中心に守護神像、弟子像などを配置したこれらの書物は、金三脇最小王行、夢見金庫残下品に説く釈迦浄土を表したものである。夢見金庫残下品によると、 釈迦の説法を聞いた明道菩薩は、その世の夢の中で、日輪のように光り輝く巨大な金庫を見た。その光の中から、無数のフッツが生まれ方を説いた。一人のバラモンが符を持って金庫を叩くと、その大音声は人々に残悔せよと説くかのようであった、というものである。13世紀前半頃、すなわち自称の閉下後の成立とみなされる。 幸福自慢だらずの西近藤の部分を見ると、釈迦如来像及び両脇地像、八部衆像、十代弟子像、四天皇像、金剛力士像一体、金庫とラモ門像、十一面観音像、ラーフラ像などが確認される。ラーフラ像は、十代弟子像の中にも、同名の像があるが、それとは別の同業の座像である。西近藤旧所在の仏像のうち、 八部修造八体と十大弟子像のうち六体は、奈良時代の像が、幸福寺に現存する。ただし、これらの像については、西近藤当初像ではなく、北安寺から移されたものだとする説もある。宝事記にある金庫は、現在、香原家という名称で国宝に指定されているものが、これに当たると考えられ、奈良時代、または、当時代の作とされるが、 後世の補修部分も多い。西近藤の鎌倉復興期の像で現存するものは、本尊釈迦如来像の頭部、両手、後輩の一部のほか金剛力士像2体、天倒期、流頭記像、薬王、薬状菩薩像がある。類寿予要衝初集の幸福寺、別頭深淵の日記に、西近藤、釈迦像を、運慶作とする記載があることから、現存する木造仏頭を、 運慶作とする説がある。ただし、この仏塔と運慶が同じ頃に造留した静岡、岩城寺院や神奈川、上落寺の書物との間には作風の違いがあることから仏塔の作者否定についてはなお慎重な意見もある。幸福寺では度重なる火災により、創建当時の仏像の多くが失われた。幸福寺仏像のうち、山田寺から移された仏塔などを除くと、 奈良時代の作品としては、旧西近藤の八部修造と十代弟子像が残るのみである。これらの像は軽量な脱活間質作りであるため、火災の度に道外へ持ち出されたものと思われる。脱活間質作りとは、麻布を漆で貼り合わせて、貼り子状の像を作る方法である。間質は近代の用語で、制作当時は、祭あるいは、教著と呼ばれた。 造像方法の概略は以下の通りである。まず土で像の外形を作り、この上に麻布を漆で貼り付ける。漆が乾燥した後、さらに麻布を貼り付けるという作業を数回から十数回繰り返す。こうして像の形ができた後、背面などの目立たない場所の麻布を切開して窓を開け、像内の土をかき出す。こうして貼り子のような像ができるが、 そのままでは強度に問題があるので、補強と変形防止のために、像内部に支柱や枠機を組み、切開した窓を再び縫い付ける。像表面の細部はキクソルを盛り上げて仕上げ、彩色して完成となる。五部、清志像八部集の内筆ーからと、砂傑ら、アシュラアシュラ八部集像八区は、西近道に安置された釈迦州海軍像の一部であった。 八区のうち三面六尾のアシュラ像は特に著名である。現存する八部修造と十大弟子像については、西近藤総賢治の作品とするのが一般的だが、ぬかた寺から移された像であるとする説もある。京都国立博物館本、幸福寺万だらずの西近藤の部分を見ると、八部修造八区は、本尊釈如来の前方左右と、 後方左右に肉ずつ配置されていたことがわかる。焦燥印文書の造物書作物帳には、西近藤の造造に携わった工人である、仏師将軍万福と、学校、旗牛会に老前が支給されたことが記録されている。ただし、西近藤書仏の作風は、将軍万福という特定人物の個性の発言というよりは、この時代一般の作風と見るべきである。 八九のうち五部、清志像は大破し、胸から上の部分を残すのみである。明治時代の古写真を見ると、他の像も修理前にはかなりの損傷をこむっていた。台座は、剣ッパ像と金ナラ像の分が候補である。八部衆とは八つの種族の意で、古代インドの神話伝承に起源を持ち、後に仏教に取り入れられ、仏法の守護神とされた。北家教。 金密明最小王行などに説かれる八部衆は以下の通りである。幸福寺の八部衆像の像名は上記のものとは一部異なっており、八区の像名は古部、清志、砂ツラ、鳩半田、玄脱波、アシュラ、カルラ、金奈良、筆バーカラとなっている。八区のうち、獅子館をこむる玄ッパ像、三面六比のアシュラ像、鳥頭人身のカルラ像、 三眼と一角を有する金奈良像の四句は、図像的特色から見て、次元の造名が本来の造名と思われるが、五部、清志、砂欠羅、鳩飯田、筆馬からの四句については、次元による名称が本来の造名であるかどうか判然としない。江戸時代の資料である、幸福寺乱象記には八部衆の個別の造名が記されているが、そこには五部、清の名はなく、 代わりに、また、八羅竜王という名称が見える。このことからも、現在の造名がさほど古くからのものではないことが、伺える。アシュラ像は三面六尾で、他の像と違って、甲冑をつけず、上半身は、上切れをつけるのみである。下半身にはチュンをつけ、足には、板コンというサンダル状のものを履く。合唱する、腕の右前履の半ばから先は候補である。当初は、 二組部とチュンガーか上白が六章に彩られていたが現状では退職している。1981年から1985年にかけて財団法人美術院国宝修理所にて本像の模造が制作された。模造の造形は松永忠沖、彩色復元は加藤純子が担当している。加藤の調査により本像の二組部は元は 鮮やかな朱色であり、もや上切れには、朱色の地に、六章、群青、園児、朱で文様が描かれていたことが、改めて確認され、模造では制作当初の色彩が復元されている。本像の合唱する二本の腕のうち、右腕の前白部は、前述の通り、明治時代の補作である。このことに加え、合唱した両章の位置が、小中線からずれていること。 曲げた腕の作る角度が明治時代の古写真と現状とで異なっていることなどから、アシュラ像は本来は合唱していなかった、明治時代の修理によって合唱する形に改変されたとする説が一部にあった。しかし、九州国立博物館などの研究チームによって行われた本像の X 線 CT スキャン画像の解析の結果、制作当初の本像は現状と 同じく合唱していたとみられる。曲げた腕の作る角度が明治時代と現状とで異なっているのは明治時代の修理で像の脇の下の部分に菊ル漆を用いたことが原因であった。アスラはもともと古代インドの戦闘神、魔人であり神々と戦った攻撃的な神であった。アシュラ像の作例として中国では運行石窟大十窟の三面四皮像が 最古とされている。著名な作例としては、トンコウバッコウクツ、第249ク壁画中の実月を奉仕して立つ四眼四匹の像がある。日本では、法隆寺五十島諸僧の祖像群のうち、北面のネハン群像のうちにアシュラ像があり、これが日本最古の作例である。このアシュラ像は、釈迦のネハンに立ち会う群衆の一員として静かな表情に表され、 左右の第一手は合唱せずに膝上に置いている。一方、33剣道の28部修造のうちのアシュラ像は眉をつり上げ、髪を逆立て、開口し怒号する姿に表される。北の天神縁義絵巻や、小樹来号寺元六道絵中に描かれるアシュラは、赤色みで弓矢を持って、大尺天羅の神々の軍勢と戦う。 戦闘神としての姿に表されている。これに対し、幸福寺のアシュラ像は、少年のような風貌で、わずかに眉を潜めた、静かな表情に表され、戦闘神の面影はない。2009年、東京国立博物館と九州国立博物館にて、幸福寺創建1300年記念国宝アシュラ展と題する展覧会が開催され、両館で、 計165万人以上という空前の入場者数を記録した。アシュラ像は近代以降多くの文学者や知識人によってエッセイや評論で言及され和歌に読まれてきた。堀立は1941年10月当時なら国立博物館に帰宅展示されていたアシュラ像に目を留めその表情についてどこか遥かなところを何かをこらえているような表情で 一心になって見入っている、なんという、ウィウイしいシしかも切ない目指しだろうと描写している。シラス子は、随筆の中で、アシュラ像の表情に言及して、高岩の美少年が眉を潜めて、何かに憧れるごとく遠くの方を見つめているといい、六本の腕については、その雲のように細くて長い六尾の腕も、不自然ではなく、見る人にまつわりつくように色っぽいと評している。 このように単独で研究されることの多いアシュラ像であるが、本来は幸福寺西近藤に安置されていた二十数体の仏像から構成される釈迦浄土の群像の中の一体である。京都国立博物館本幸福寺曼荼羅図を見ると、アシュラ像は西近藤本尊、釈迦如来像の向かって左後方に立っていた。西近道の諸仏は前述のように、 金光明最小王行、夢見金子懺悔品に基づき造造されたものである。本来戦闘神であるアシュラが憂いを帯びた、静かな表情に表されているのは、夢見金子懺悔品の諸説に基づき、アシュラが懺悔師仏法に敬した姿を表現したためで、あると解釈されている。十代弟子の内フルナフルな八部修造と同様、西近道に安置された、釈迦海軍像の一部であった。 八部修造と同様、西近藤創建寺の作品とするのが一般的だが、ぬかた寺から移された像であるとする説もある。京都国立博物館本、幸福寺万太らずの西近藤の部分を見ると、十代弟子像は、本尊釈迦如来の広報左右に五区ずつ配置されていたことがわかる。現在、幸福寺にあって国宝に指定されているのは六区だが、 当初は当然ながら十九の群像であったもので、明治時代前半までは、残りの四句も、破損が甚だしいとはいえ、寺内に残っていた。幸福寺の十大弟子像は、ゆいま行、弟子品に基づき、以下の十名の像とされている。現在、幸福寺に残り、国宝に指定されている六句はシャリホツ、メケンレン、シュボダイ、フルナ、河川ノベ、ラーフラとされており、残りの四句、 すなわち大歌唱、あなただし、ユうはアナンダにあたる像は、明治期に寺街に流出した。現存する六区はいずれも、方位の上に毛差を着して直立するが、衣の種類や着装法、絵紋の表し方などに変化をつけており、面相も、角像の年齢や表情に差をつけ、像種の個性を表現している。方位は、筒袖のものと土寺のものがあり、古画像は、 筒袖とドテラの両方をキしている。六区の中で、河川の別像のみが右肩をあらわにしている。他の像も裟の付け方に、変弹右肩と通り方の違いがあり、守護台とラーフラは裟を通肩にキすシャリホツ像の左腕は真偽を残すのみで結出し、目剣連像は両、手首から先を結出する。主な候補箇所としては、シャリホツとフルナの履物。 河川のべの右前白などがある。須浜座は、目剣伝とフルナの文が候補である。現在の造名は、必ずしも、当初の造名とは限らない。例えば、ラーフラ像は目を閉じていることから、本来は、盲目の穴ただしの像として作られた可能性がある。明治25年以前に撮影されたと見られる。幸福寺の古写真には、十代弟子像のうち、 寺街に流出した四区に該当する、破損の激しい残血肉と審議に区分が移っている。このうち、審議一区分は東京芸術大学の所蔵となっている。これは、衣の裾と足の部分がかろうじて残るのみで、像表面はほとんど失われ、審議のみが残っているが、間室像の像内構成を知る上で貴重な資料である。東京の大倉修古館には、明治末期に、 竹内被災地によって修理、補作された優派理想と伝える一区があったが、関東大震災で消失した。昭和5年に刊行された古美術研究資料という書籍に写真が掲載された一区があるが、これは前日の古写真に写っている残血の血質部を、大正11年に、武藤山寺が資金を出して、菅原大三郎が修理、補作したものである。この像は、 個人像で2000年に大倉宗古館で開催された年下美章という展覧会に出品された後、2014年3月にニューヨークで行われたクリスティーズのオークションに出品され66万5000ドルで落札された。他に大阪市立美術館に宮殿ンコレクションの間出像の頭部があり、幸福寺十代弟子像の一体と見られている。混合力士北遠藤。 未六仏、無弱精神北遠道四天皇のうち、持国天北遠道は、中近道の西側に建てられた八角遠道である。後に、南遠道が建てられてからは、北遠道と呼ばれるようになった。幸福寺木二く宝寺記、延暦記によれば、藤原楓人の母代のため、元明大乗天皇と岩章天皇によって、楓人の一周期にあたる養老五年に、 長屋王に命じて混流させたものである。北遠藤は、永生元年の大火には焼け残ったが、その三年後の永城四年に焼失。再建されるが、自称四年の平重平の陛下で焼失。現在の建物は上限四年頃の再建である。火略二年と、享保二年の大火には焼け残り、三重等とともに、幸福寺で最も古い現存建物である。延暦期によれば、 当初の安置物は、弥勒仏像、両脇地像、羅漢二体、四天皇像の球体であった。自称の陛下により、これら当初の安置物は消失しているが、弥勒仏を中心とする球体からなる構成は、その後も継承されている。内羅漢二体は、現在は、無弱、世心像と呼ばれている。現存する北遠藤は、道内中央部を八本の柱で囲まれたとし、 中央に、本尊弥勒仏座像、その左右に、脇地の法恩林、菩薩座像と大名将、菩薩座像を安置する。本尊の後方左右には、無弱、世心立像が立ち、趣味団の隅には四天皇立像四体がおのおの、外側を向いて立つ。弥勒仏、無弱、世心の三体は、鎌倉復興期、運慶一門の作。両脇地像は、室町時代の作である。 4天皇像は平安時代初期の木心間室づくりで大安寺から移されたものである。井熊関白記の記載から北遠藤の諸仏は自称の閉下後、運慶を中心とする11名の武士と5人の具部武士によって上限2年から増流に着手されたことがわかる。昭和9年の修理時には弥勒仏の台座内部から各像の担当物資を 記した牧書が発見された。この牧書によれば、魅力物は源の系と喜び、法恩林菩薩は雲覚大名正菩薩は半独不能、四天皇は持国天、増長天、項目天、多門隆史の順に、探こう運ぶ、う弁、項章が担当したことがわかる。無弱像と世心像の担当物資の部分は半独困難だが、 無弱像については、運女、世心像については、運が、または、運んかちと推定されている。源の家、聖喜び、運格は、運慶の弟子であり、丹家、孔運ぶ、孔弁、孔章、運が、運助すはそれぞれ、運慶の長男、次男、三男、四男、五男、六男である。これら九体の仏像は、運慶が全体の政策を統括し、 工房の物資を引いて制作したものである。これら9体の諸物のうち、運慶一門の作品が現存するのは、前述の通り未読物、無弱、世心の3体のみである。4天皇像については、現在、南遠道に安置される一部を、本来の北遠道像とみなす説もあるが、確証はない。南遠藤福建作、観音像宝送六祖の内伝。 元房法省六祖の内伝、上等法省六祖の内伝行が南遠道は、中近道から見て南西にある、八角遠道である。幸福寺の使用仏道のうちでは、最も遅く、平安時代に入ってからの創建である。幸福寺歴によれば、後任四年、藤原冬継によって建立された。南遠道は、永昇元年の大化、実証四年の平重平の陛下、 火力2年の大火で焼け、その都度再建された。江戸時代の教法2年の大火では中近道、高道、西近道などと共に消失。藤原氏ゆかりの本尊を祭り、西国33所9番札所でもある南遠道の再建は他の道に先駆けて計画されたが、それでも再建には長い年月を要し、現存する建物が完成したのは、完成元年のことである。 本尊は、福吾検索、観音座像である。幸福寺樹行道場に引く、光石によれば、初代の本尊福吾検索、観音座像は、藤原北家の藤原誠たてらが亡き両親のために、天平18年に造立したもので、元は行道に安置されていたが、後に、南遠道に移されたという。ただし、同じ、幸福寺樹の南遠道場には、この福吾検索、 観音座像は、藤原内麻呂の造立とされている。幸福汁記に引く、後人記によれば、道内には、本尊の他に、四天皇像、全首創上像、玄品全寺像、供養創業四体が安置されていた。当初の像は、自称の陛下で消失し、復興像は、後継一門が造立し、文治五年に海岸供養されたことが、九条兼実の日記、玉用から判明する。 現存する南遠藤の内部は、中央部を八本の柱で囲まれた趣味団とし、中央に、福宇検作、観音座像、その周囲に四天皇立像四体、宝生六素座像六体を安置する。福宇検作、観音座像は、鎌倉復興期の作で、後継一門の作、宝生六素座像六体は、前日の、後人期にあった、全種相乗像、原品全寺像、 供養創業4体に相当するもので、やはり、後継一門の策である。4天王像についても、後継一門の策であるとみなされている。現、中近道4天王像は、鎌倉時代の策ではあるが、本来の所属道具は明らかでない。中近道の再建を機に、一部の仏像の安置場所が変更されている。一家に示した安置場所は、幸福寺公式サイトによる。 板堀十二新章のうち、バサラと、激らし定年月日は、文化長編、国宝、重要文化財総合目録及び、国宝、重要文化財大前別館、毎日新聞社、2000、に基づく。明治社年の廃物希釈の後、幸福寺は一時期廃寺となるなどして荒廃していた。古写真を見ると、明治期の中根堂や東金堂には、 本来のアンチ道具を失った多くの仏像が寄せ集められ、その中には破損した仏像もかなりの数が存在した。1897年、古社寺保存法が施行され、同法に基づいて各地の社寺の宝物が国宝に指定されるようになった。幸福寺においても主要な仏像は1897年以降、順次旧国宝に指定され、 保存修理が行われることとなった。しかし、当時の幸福寺は困窮し、仏像や同等の維持修理費にもこと書いていたことから、本来の安置道具を失い、信仰の対象とはならなくなった多くの仏像を売却し、それによって寺院の維持存続の経費を捻出することに決した。1905年と翌1906年に幸福寺から奈良県に対して、 仏像を外部に譲渡することについての願書が提出されている。これらの仏像は1906年に入札の結果、増田英作の購入するところとなった。これらの仏像は実質的には英作の兄で茶人、美術コレクターとして著名な増田公が入手したものであり、英作は購入、転売等にかかる実務面を担当したとみられる。二部沖縄 入手した仏像77体のうち、自ら選んだ17体の実を手元に残し、それ以外の仏像は、弟の英作が店主を務める古美術展、多文展を経て、他の収集家に転売された。幸福寺には、1906年7月1日に、これら仏像群を撮影した2枚の古写真が残されている。これらの古写真は、売却直前の仏像を、 幸福寺本郷の土蔵の前に並べて撮影したもので、合わせて80点以上の仏像が写っている。2018年、奈良国立博物館学芸部でこれらの古写真の高精細画像を作成して分析したところ、従来は不明であった多くの仏像の移動先が判明した。以下の像は、1906年7月1日に幸福寺で撮影された古写真に写っている仏像のうち、 従前から幸福寺急像であることが知られていたもの。以下の像は奈良国立博物館学芸部による古写真の高精細画像の分析によって幸福寺急像と確認されたものである。上伏で挙げたもののほか、以下の所蔵も幸福寺の急像である。ありがとうございます。